天気場所、知名度なども関係なく危険度は承知の上でいろんなとこに行ってみたい。そんな奥主がそりゃあもういろんなところへ突っ込んでいく。お前はどこに行ったんねんシリーズ始まり始まり。ということで、おいどこにいるでしょうか。山奥かもしれないし、麓かもしれないのだ。町から遠いかもしれないし、近いかもしれないのだ。スタート地点からは約40分進んできております。場所は後ほど紹介するので、どんどん進みましょう。このシリーズで場所紹介をするときは、この場所がどこであるかのヒント映像を流した後、最後にドンと紹介するのだ。ここがどこなのか最後までわからない状態で進めるのだ。まあ有名な建物や地区名が映り込んで格好バレたりすることもあるだろうけど、今回進んでいるルートは赤いルート。本来のルートは行楽で通行止めだったのだ。しばらく進みまして、ある滝の手前に到着なのだ。自然いっぱいの景色、滝真ん前までのわずかな区間だけは左右両方から行けるみたい。手前部分を少し見てから進むのだ。本来のルートとはちょうどここで合流。下を見るとスタート地点へ向かうルートと、橋の部分で通行止めになっているのが見えたのだ。それでは上へ行きましょう。今回は左の道を選択。ここは本当にわずかな区間、1分くらいで滝満前に到着なのだ。みー涼しい。この滝の高さは15メートル。しばらく雨が降っていなかったので水がとてもきれいだったのだ。滝を見るためのお立ち台も用意されていたのだ。しばらくこの場所を堪能して10分くらい経過。まもなく次の場所へ行くのだ。ちなみにこの滝、目滝なのだ。目滝があるということは青滝もあり、ということであそこに行くのだ。あんなとこ行けるのって感じなんだけど、まあまあまあ大丈夫。ちゃんと道は整備されているのだ。まじがちの登山急ではあるけどね。これが整備されている扱いなのかって。うん、だって本来歩ける場所ないもん。きっちり歩ける道があるということは、それだけきっちり整備されているということなのだ。目立ちから約15分、まもなく小滝。小滝の手前にある中間の滝、薬研の滝を少し見てから行くのだ。うわよ、後ほど見よう。薬研の滝を下から見るには範囲には行けない上級ルートを通る必要があるのだ。そのルートはより秘境度合いが増していて、動画としても出したいところなんだけども、後のお楽しみとしてまた今度紹介するのだ。いつか突発で紹介しますさ。さあさあ岩を登って滝の前へ。小滝到着なのだ。多分涼しい。高低差41メートル、目滝と比べて 2.5 倍くらいの高さがあるのだ。小滝、目滝と中間薬研の滝で合計71メートルの高さがあるんですって。しばらく小滝とその近辺を見るのだ。この場所の視点をご堪能あれ。
膨大な量が流れる支流ルートから岩の隙間をわずかに流れる極小ルートまで、いろんな流れがあったのだ。本当に綺麗な場所だったのだ。ここでは非常に長い時間滞在していたのだ。帰路に着きました。最後に場所を紹介していきましょう。ヒントの映像が流れるので、ここがどこなのか予想してみてくださいな。開けた部分で反対方向を見ると、こんな感じの風景が広がっているのだ。近くを走っている路線とその列車なのだ。している状態なんだけど、その場所近辺で撮っているから、ここがどこなのかのヒントになるという。ということで映像終わり。わかりましたかな。正直超絶上級なので、全然わからなくてもあまり気にしないでくださいな。では言います。今回来ていたのは滋賀県大津市北小松でした。初めて見る場所を進むというのはとてもワクワクすることなのだ。そんな事前情報なき旅はどうでしたかな。楽しんでもらえたならばとても嬉しいのだ。この動画では事前情報を知らずに見ると、ほんと全てが見知らぬ世界に見えるという現象を使っているのだ。行く場所は名のある場所、ない場所、両方。細かくどこと聞かれても済んじゃう場合があるので、場所紹介は県名、市町村名のみでお許しを。それではまた会いましょう。バイバーイ。